言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回の動画は JO1 に関する話でございまして、まあなかなか立場として語るのがね、久々にもなりまして、ラブシーカーは随分聞かせてもらっておりました。 BE:FIRST ファンのベスティーですので、マスタープランに混ぜてっていう感じでね、聞かせてもらっておりまして、ただなかなか動画で語ってくるっていうことができなかったんですけど、今回は正直に語りますけど、おみそれしましたということです。参りましたというふうに思いまして、ナンバーアイのボンが2位で、1位が JO1 のラブシーカー、ビルボードの最新のチャートのアクションですね。で、まあ、この数字がですね、非常にすごかった。でも僅差だった。約200ポイントぐらいで、僅差でナンバーアイのボンが2位で、1位が JO1 のラブシーカーだったということでして、この1位というのがすごい画期的なことだなっていうふうに思いました。とは言ったものの、まあおみそれしましたとは言いましたが、ジャムさんの気合が入っているっていう話は本当に見ていたんですが、予想をはるかに超えた気合の入り方で、すごいなと思いました。それとともに頼もしいなとも思いましたね。はい、っていうことで。でも、今ツイッター X を見ているんですけど、結局のところ、結構ジャムさんもギリギリの戦いだったと言いますか、戦いっていう言い方が嫌いな方もいらっしゃるかもしれませんので、もうギリギリのそういう推し活っていうかね、お祭りだったっていうことでございまして、でもビルボード1位ということで、これはその一つね、すごい良いことがまあたくさんあるんですが、その中の一つとして、ビルボードジャパンで1位を取ったら、それがアメリカの本国ビルボードの方でも記事にされるっていう形が定型化していると思うので、つまりアメリカのビルボードで JO1 の名前が出るっていうこと、多分これは確実だと思います。毎週そういう感じで出てはいるので、それも含めて非常に良かったなというふうにも思いますし、そういうことですね。で、まあ、言ってみればその CD セールスの方で73万枚でしたっけ、そちらを売り上げて、その上でビルボードの1位というのは、そのジャムさんとしても非常に嬉しいんじゃないかなっていう、総力戦っていう言葉を今ね、ちょうどジャムさんのツイートで見ているんですが、そういうことですね。うん、今日は祝杯なんだろうと。あ、ちょうどそのポイント数がありますが、総合ポイントが 14,282 ポイントで、ビルボードジャパン1位ということです。前回59位からの、今回、そのダウンロードも含めてかな、 CD とダウンロードが含まれての58位アップでの1位というのは素晴らしいですね。はい。で、ナンバーアイのボンが 14,007 ポイントと、ただナンバーアイは CD の指標が実は 2B は入らないということになっていまして、自社レーベルでの CD 30万枚というものがあって、ただ今回アルバムナンバリングの方でアルバムで1位を取っているんですが、単曲のシングルが今回なかったので、その流れでやはりそこの部分があったと。で、JO1 に関してもコムドットさんとかいますけど、ブリンバンバンボーン、クリーピーナッツのブリンバンバンボーンが非常にずっと強かったわけで、でたまたまそこが少し2位とかに下がってきてたタイミングだったんですよね。だからそこも含めて、当然そのジャムさんのその力っていうものがすごかったっていうことを含めて、結構周りの状況としても運のところも作用したなっていうところはあります。これは変な意味じゃなくて、運というのを味方につけられるっていうのはそれだけ実力があるっていうことだし、運を呼び寄せるっていうのは、これも運というのは完全に偶然のような感じがするわけですけど、実際には確率とかってそういった部分で実は変動しているところもあったりするものだと、そういう研究があります。だから運を引き寄せる、呼び寄せるっていうのは、それだけ努力をしてきたことが
確率論でそこに乗っかってきて、それを引き寄せたのが今回だということだというふうに感じます。はい、まあ、自分はあの別グル BE:FIRST のファンですが、 BE:FIRST も運が結構いいところで出てくることが結構多かったりするので、まあそれは彼ら、まあ JO1 も本当にラポネさんも本当に頑張っている中で、 BMSG もね BE:FIRST も負けないように頑張っているところではあります。はい、それもありますし、まあ、JO1 に関してはテレビバラエティとかドラマとかね、あちょっと今あの PC の音が入ったかもしれませんが、ドラマとかあのそういったものだったり、それからねバラエティだったりとかテレビへの露出っていうものも非常にあって、だからそこも含めて本当にラポネでみんなで頑張ったんだろうなっていうところがありますね。そう、実は JO1 をね申し訳ないんですが、なかなか動画に上げられなかったので、今回語るかどうかどうしようかと思ったし、一個前にナンバーアイのことも語っているのでね、なかなかそういう立場だったりするんですが、で自分もあの皆さんに隠してもしょうがないんで、ビルボード総合1位はナンバーアイのボンが行くと思ってました。そのこともナンバーアイの動画でも語ってますし、そういうこともやってました。だからですね、だから今回参りました、お見それしましたということでした。あの私ごときのあの分析とかね予測などを覆す熱量でジャムさんがやってきたというところで、でもなんかこの敗北、まあ、敗北っていう言い方もちょっとあれですけど、私自身の話ね、私自身、うん、グランパンパーズ自身の話、気持ちの良いお見それしましたでございまして、気持ちの良い敗北でございました。いや、あの予測を超えてジャムさんすごいなと思って、だからあのそういったこともありましたし、なんか負けて気持ちいいというか、負けてはないんだけどね、これ言葉遣いがとても難しいんですけど、グランパンパース個人の勝手なことなんで、別に勝ち負けとかじゃないですからね。あのナンバーアイもそうだし、当然 BE:FIRST もそうだし、みんなで上がっていけばってことじゃないですか。でその流れの中で、まあ、自分そのベスティなんで、その日本から世界にボーイズグループが行くっていう段階で、BE:FIRST とナンバーアイがあの車の両輪でっていう風に思っていたんですが、もう JO1 の勢いがすごくて、これは心強いなと思ったところもあって、どちらかというともう心強い仲間が本当にここに来て再びね出てきたと。とはいえ本当に JO1 がいろいろ頑張ってきてくれたから今のこの日本のボーイズグループ界隈があるというのも間違いがないところで、その中でのCD 売り上げも1位で、ビルボード総合も1位っていうのは、本当に意味があることだと思います。はい。ね、まあ、高い位の人間だし、あの、別の曲を1位という予測していた人間が、語るのも何様だっていう風なところもありますが、なんかでも複雑なところとかもちょっとありつつで、非常に嬉しいっていうのが本音です。今ちょうど見ていますけど、うちの子たちもって、JO1 のみんなも頑張ったし、ジャムちゃんも頑張ったもんねっていうね、誇りに思いますみたいな話だったりとか、まあそういうことで、で、自分にも後悔しないように JO1 に何としても1位を取らせてあげたいっていう気持ちでやってきましたということでね、本当にそこの部分だと思います。はい、まあその上でね、まあ私などにね高い場の人間に言われなくても皆さんは分かってると思いますけど、まあ、本当に無理はねしないように、推し活に関して自分のところの BE:FIRST のところの社長のスカイハイも言ってますが、本当に無理はしないようにってことと、 BE:FIRST メンバーのジュノン君もね自分のペースでっていう風に言ってて、私らベスティは基本的にそういう感じでやっているので、まあ皆さんもおそらくはそうなんだと思いますのでね、でもまあそれも含めて今回はいろいろと今見てるんですけど、なんかカムバ後の悲壮感みたいな、もうなんか泣きながらやるって感じよりも、こう部活、大会の前の部活みたいな感じで、すごい健康的に推し活ができたっていうところを語ってる方がいらっしゃいまして、それというのは本当に素晴らしいことで、本来ね、まあ推し活っていうのは楽しい趣味なわけで、そこの部分が、例えばですけど、グループによってはちょっとこう悲壮感が出るような感じになってしまうことも少なくはないというところだったりするから、今回そこの部分ではなかったって語ってらっしゃる人もいるから、まあそれも素晴らしいと思いますし、あ、ちょうどね、あれっすね、ニュースが 今出てるのを見つけましたんで、
JO1 ビルボー1位がトレンド入りだそうです。あ、16時47分約2時間前に出たニュースがありますね。JO1 ビルボー1位がトレンド入り、快挙連発中のヒッチハイカー週間セールスチャート発表にファンも熱々っていうのがあります。738,776枚の CD フィジカルを売り上げて1位を獲得した上で、それからビルボードでも1位を取るという形、本当に嬉しい、号泣みたいなコメントとか、ジャムさんの最後まで諦めず頑張ろうの声かけがあって一致団結できたと思うっていうことと、 JO1 おめでとうみたいな感じのことが書いてあります。そうですね、いや、これはジャムさん本当にお祭りじゃないでしょうか。あと JO1 の方からも何かしらのそういうね、何かあるのかなって思ったりしますけど、お礼のあのツイートとか配信とか分かりませんが、ちなみにあのヒッチハイカーのジャケットが今あるんですが、みんなあのクマをつけていたり宇宙人つけてますね。シオンくんかな、あ、クマと宇宙人、実はあのグランパンパース結構関係してると言いますか、まあ別にクマが好きでクマのぬいぐるみを置いているとかね、そういう感じだったりするだけなんですけど、宇宙人は自分が宇宙人パフォーマーやったことがあったりとか、まあそういうことなんですけど、いやちょっとそこは嬉しいですね。クマちゃん多いですね。あ、BE:FIRSTもクマちゃんがねグッズだったりするんで、クマちゃん同士でいろいろとやるといいですね。わちゃわちゃ感とかそういったものもちょっとクマちゃんっぽいからね。いやでもタイミング的にもね、私はベスティーだから、あのマナト君と大平翔生君の対談が BE:FIRSTのそのラジオの方でもあったし、タイミング的にも実はあのスカイハイのラジオに川尻蓮君が次の週にあのゲストで来られるっていうタイミングだったりするようなんで、それにあれですね、音楽の日で JO1 も出るし BE:FIRSTも出るし、あとナンバーアイも出ますね、 INI も出ますね、 ME アイも出ますね、すげえな改めてすげえなだったりするんで、まあそこですかね。自分としては JO1 とBE:FIRSTが本当に結構絡むことが多くなっているのも嬉しいですし、やっぱりねそういうところもあって、今回やはりね、まあ、何倍も応援していた人間として、応援している人間としてはね、あのいろんな感情がありますし複雑なところもありますが、ただ素直にジャムさんの頑張りが功を奏したっていうところ、それに努力を重ねてきた結果あの運気も舞い込んできたっていうところとかも含めて、そういうところだと思います。で、とある人がね、その運気を上昇させるっていう部分で、まあこれワカルトの話じゃなくて、あの勝ち癖っていうものをつけていくっていうところで、あの勝ちを積み重ねていくことによってそういったものは引き寄せられる可能性が高まるという、そういう研究結果がありますと。そういうことで言うと、今回の大きな勝ちというのは JO1 の今後の運命とかそういったものを大きく開いていくっていうことになるんじゃないかなっていう気がしています。今までも当然むちゃくちゃ頑張ってきて、すごいあのトップで走って売れてきて、でテレビとかでも大活躍でね、音源も大活躍でっていうところは知っておりますが、そこからさらにって感じになるでしょうね。はい、まあ嬉しい反面、私も高い位の人間、 BE:FIRSTのファンですんで、まあここはあの油断せず負けてらんねえぞという感じでね、それも思って、まあ気も引き締め直していけるかなというふうに個人的には考えています。まああくまでも語ってきたのはね、まあグランパンパースの個人的な考えだったりはしますんで、皆さんに強制するものはございませんし、しかも皆さんはねジャムさんですから、ジャムさんはジャムさんのセオリーがあると思いますんで、はい。でもなんか高い位の人間としても本当に祝福させていただきたいというところと、あとはまあこれは本当に先ほども言った通り個人的なもので、参りました、お見それしましたということで、ジャムさんすげえという素直な感想でございました。はい、ね、今後も一緒に頑張ってまいりましょう。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます、本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRSTを中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、YouTube 登録は全部無料ですし、もし
皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でももう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼します。